Hey guys, thank you so much for checking out this video. 今日はね、スティーブン・コービー博士が一押ししている会話の方法を紹介できればと思います。人間関係の問題っていうのは正直 98% 会話で揉める時だと思うんだよね。僕個人もめっちゃくちゃ会話で悩んでたの、本当に。でこれは自分の親とか、ね、自分のそのパーソナルで大切な人とか、でもちろん職場でもめっちゃ悩んでたんだよ。どうしようとなって、どうしようってなったら何をする？まあまずは本屋に行くよね。でそれで僕はアメリカのアマゾンに行ったら、なんとすっげー会話の本を見つけたの。でこの本がやばいんだよ、やばいんだよ、やばいんだよ、はい今やばいんだよって3回言ったんだよ。っていうことはかなりやばいんだよ。でね、なんとこの本はスティーブン・コービーの博士が超前をおすすめしてて、なんと前書きおすすめが彼2回書いてあるので、どのぐらい この本アメリカで売れたか、世界で売れたかっていうと、この会話の Crucial Conversations っていう本なんだけどね、世界でこの1冊の本だけで200万部売れた本なんだよ。なんで俺もっと早く知ってなかったのって。マジ俺会話の本読んでるぜ、ハーバードとかいろんなテクニックのな、この本やばすぎる。ぜひね、この内容を全部今バラしちゃうんだけど、この本欲しいなっていう人は今すぐアマゾンに行って、もう中古しかないんだよね。しょうがないな、もうこれはみんなに買ってもらうのはできないので、俺が全部バラしちゃいます。 Alright、 じゃあ行きましょう。もう本当にね、もう会話が必ずスムースになる3つのステップっていうのがあるんだよね。でちょっとこの3つのステップを言う前に、会話の仕組みっていうのがあって、これすっげえ簡単なので理解していただきたいんですよ。どういうことかっていうとね、これ面白いんだよ。人間って尊敬っていうのがお互いにあると、ほぼ何でも話すことができるんだよね。もう一回言うね、人間ってフレンドリーね、リスペクトされている立場に言うと、会話でほぼ何でも話せるの。だからこのリスペクト、尊敬っていうのが、この空気感があれば、会話のテクニックとか会話の順番とか実はあんまり関係ないの。面白いんだよ。どういうことかっていうとね、会話してる時にどんなにあなたが筋正しくていいことを言ってても、相手がバカにされている、上から目線で話されている、攻撃されているとか、ね、フェアじゃないって相手が感じた瞬間に、尊敬っていうのがなくなるから、あなたの話がどんなに筋正しいことを言っても相手には攻撃されるって勘違いされてるわけよ。で攻撃されてるって感じたらどうなると思う？相手はあなたを責める、会話から逃げる、それか鬱になる、この3つの選択しかないんだよね。まあ、これは動物がアタックされるとき、虎が鹿を、ね、崖の前で虎がアタックすると、その鹿は戦うか逃げるか、まあ、鬱になってヒャーってやられちゃうかっていうことなんだよ。人間もそうなんだよね。で特に上下関係で職場の感じ、まあ、これ夫婦関係もあるんだけど、ね、その上の人がお前こうやれって言って、ね、反対できない、戦うことができない、逃げることができないって言ったら、それをあーってなって自分がやりたくないことを選んで鬱になっていくっていうのが多いと思うんだよね。だからポイントは、このお互いを尊敬している空気があると、ほぼ会話は何でもで話せるんだよ、ね、だからある意味この尊敬、会話のコツは空気みたいなもんなのな。今俺たちの前に空気があるじゃん、だから空気なんて考えてないじゃん。でも空気がなくなった瞬間、やべえ息できねえとか言って空気を求めるわけよ。会話も同じようなんだよ。この会話の中で尊敬っていう、仲間っていう、人間同士お互い立場が変わるかもしれないけど、お互いを認めてるっていうこの空気がなくなった瞬間、もうね空気がないから攻撃状態が始まって、会話はほぼうまくいかないんだよね。もう本当にエゴが入ってくるわけよ。すっげえ大きいと思うんだよ。なので会話のポイントは、ね、うまく会話を続けたいんだったら、この尊敬、リスペクト、仲間だっていう空気を常にある環境にしないといけないんですよ。 Alright? じゃあこれをベースとして、
会話が必ずうまくいく3つのステップっていうのを紹介します。 Alright, step 1 step 1っていうのは相手のムードを戻すことっていうことなんだよね。これちょっとどういうことかっていうと、なんか会話が特に緊張するような会話、イライラするような会話をもう本当に話しづらいことを話さないといけない時っていうのは、多分相手がそれ攻撃だって聞こえる時があると思うんだよ。で、あなたの仕事は、ね、覚えてる？この空気がなくなったら会話止まっちゃうからね。だからあなたの役割は、その人が常に尊敬されているっていう状態を持ち続けることなんだよ。だから相手のムードが崩れたら、会話の内容なんてほっといていいから、置いといて、で相手が尊敬されてるっていうところに戻すことなの。だから一回会話の内容を捨てて相手のムードを戻すことの方が大切なんだよ。 Alright, that's step one. 相手のムードを幸せな状態にキープすることね。 Alright, step two. 自分も聞きたくない話とか相手が言ってくる時もあるわけよ。でこの時に気をつけないといけないことは、自分のムードをその幸せな状態に戻すことなんだよね。自分のムードをコントロールすることなんだよ。だから自分がバカにされてるなとか嫌な話だなって感じた瞬間、絶対自分も攻撃、これ貿易のための攻撃って言うんだけど、自分を守るために攻撃しちゃう時があるわけね。だから自分が今感情的なリアクションを感じてるなって思ったら、まず何をする？自分にその空気を与えることなんだよ。だから自分に大丈夫、うまくいっているって、で自分を幸せの場に持ってくることなんだよね。だから最初のルールで相手のリーダーシップ、相手が幸せになっていることを確認して、今度ステップ2で自分もそういう攻撃受けてる、勘違いしてるかもしれないから、そう感じたら自分が何言ってるのかっていうのを気をつけないといけない。で自分をその幸せの場所に持っていくっていうことなんですよ。Alright. だからこれが最初の2ステップなんだよね。で、3rd step っていうのがあるんだよ。で、これはね、don't から do にする。don't から do っていう法則があるので、この don't から do の法則を使うことなんですよ。どういうことかというと、目的は、ね、相手がセーフな場所に常にいることなんだよ。で自分もその安全な場所、だからこの安全な場所を作っていくためにコントラスティングっていう方法があるのね、テクニックがあるので、これを使うとすごいので、まずは don't、 自分が望んでいないことを相手に伝えて、でその後に自分が望んでいることを伝えるの。例えば夫婦でなんか会話で揉めてたらね、なんか奥さんがさ、もうなんてあんた本当にできないよとかね、まあ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 とかって、そういう時が起こったら、ね、まずどうなってる？ルール1やろ？相手が安全だって感じてないわけよ。これは旦那さんでも奥さんでも親でも子供でも同じだからね。相手がセーフな場所にいないと思ってるから、ブワーってなんか自分を身を守るための攻撃みたいに入っちゃってるわけよ。 OK？ だから自分はそれを引っかかっちゃダメだからね。お前なんで仕事戻ってこないのよとか言ったら、いやおめえ俺頑張ってて、おめえが家にいて俺めちゃくちゃ頑張ってんだぞみたいな、そんなこと言ったら会話が絶対ブレるから、絶対揉めるから、そうではない、相手が安全だよっていうところをリードしていかないといけない。で自分が切れないようにしないといけない。 Alright. でここで contrasting、 まずは don't、 自分が望んでいないことを伝えるんだよ。だから例えばそういう感じで自分の人生の中で超大切な人がパニックになってわーってきた時に何を言うかっていうと、ごめん、ね、僕はこの家族を分けることなんて思っていないんだよ、僕はこうやってお互い戦って毎日生きていくなんて一切望んでないんだ、本当にあなたが辛い人生を生きていく、特に僕のせいで、そんなこと一切望んでないんだ。これがドンね、まずドンとを伝えるわけよ。でその後にドゥを言うわけよ。僕が望んでいるのは君と一緒に幸せな日々を過ごせること、そして恋人夫婦家族として、ね、楽しい時間を過ごせて本当に揉めないでいること、君を幸せにすることが
僕が望んでいることなんだっていうわけよ。これが do なのね。で、言っとくけど don't の方が do より強いらしいの。だからこの1回の don't do 言って様子見て相手がまだ切れてたらもうちょっと don't を入れるわけよ。で、こういう感じでロジカル的の目的をドンとの形、すっげえビジョン難しくしちゃったんだけど、その目的を相手に伝えると相手も、あ、こいつ俺のこと攻撃してるわけじゃねえんだっていずれかは気づいていくと思うんだよね。でもちろんね、ほぼの人は気づくと思います特に大切な人だったらね。 Alright. なのでね、本当にこの、ね、会話が揉めるときは相手が安全だって感じてないだけで、相手がかかってきたらそれは相手は自分を守るために攻撃をしてくるんですよ。だからもし自分の人生の中で、ね、こういう会話の揉め事が起きてたらあなたはラッキーです。なぜかというと、このめっちゃくちゃアドバンスなメンタルトレーニングができるチャンスが目の前にあるからなんです。で、このメンタルトレーニングは3ヶ月やったら学べるぜ。もう本当に今僕が言ったことを真剣に取り組んでやったら3ヶ月でもう誰と話してもほぼ揉めないようになれるよ。だからぜひね、相手をステップ1、相手のムードをその安全な場所に戻すこと。ステップ2、自分がいや、やべえかかってるなって思ったら自分をその安全な場所に戻すこと。どういうテクノロジーを使うのかっていうと Don't and Do、 Contrasting を使う、ね、3つ目の法則、 Don't を言って Do で最後仕掛ける。ぜひですね、このテクニックを使ってみて、なんかね、自分の経験をコメントでシェアしていただきたいんですよね。絶対自分がこうやって学んだことをやっていってみんなにシェアしてくれたら本当にみんなのためになると思うんで、ぜひね、コメントをしていただければ幸いです。毎週月曜日夜7時にビデオをアップするので。 Alright you guys, thank you so much for checking out the video. I love you guys. Thank you.